はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今日はですね、お宝集めの攻略やっていきます。どこのステージでお宝集めするのが一番得なのか、ステージ1なのか、ボスなのか、それともね、キリンの隠しステージなのか、このあたりをね、ちょっと今日はね、周回しながら見ていきたいなと思います。まあドロップ率が一緒だったら、まあ簡単なね、ステージ1が得だよね。さあ、それではステージ1やっていきます。使う妖怪、こちら美脚夏樹です。そして裏キュンタ、こちらも夏樹。イケメン剣、夏樹です。そしてお坊ちゃま、夏樹。そして悟空土の子。さあ、こんなパーティーでやっていきます。まあステージ1はね、簡単なんで高速で周回ができます。なのでまあドロップ率がね、他のステージと同じであれば、このステージ1を周回するっていうのもありだと思います。そしてまあずんどう丸ね、仲間にできると結構美味しいので、まあ夏樹妖怪4体でいきます。まあ正直ね、このステージどんな妖怪でもね、倒せると思います。なのでまあ必殺技もね、打つまでもなく倒せちゃうんで、まあだったらね、夏樹で、まあ運が良ければね、ずんどう丸も一緒に落としたいなということで、こんなパーティーでやっています。ごく土の子に関してはスキルがね、獲得ワイポイントアップなんで、まあワイポイントもね、ちょっと稼ぎたいなということで入れています。ちょうど1分弱ですね。しゃあ来たぜ来たぜっていうか、これ狙いじゃないんだけどね、あくまでお宝狙いなんですけども、落ちました、ずんどう丸。まあずんどう丸ね、非常に使える妖怪、そしてね、ミッションなんかでも使えるんで、これはまあたくさん落としてね、損はないでしょう。もうここ周回してれば技マックスまでいっちゃうよね。さあ落ちろ、落ちろっていうか落とせ。ずんどう丸持ってるのか、持ってるのか、持ってるような顔してるようにも見えるけど、この後ろ向いて倒れなくてもいいのにね。さあずんどう丸、憎めないやつですよ。おー落ちた、ずんどう丸。ずんどう丸は落ちるけど、お宝は落ちませんね。何なんだこれ。まあ嬉しいけどね、微妙ですね。そして8ポイント、ずんどう丸友達になりました。なんかずんどう丸って毎回シャドウサイドのイベントに出てくるよね。まあ運営の人ね、きっとずんどう丸好きなんでしょう。落としませんね、ずんどう丸落ちちゃうからね。落ちません。まあでも高速周回できるんで、時間あたりに換算すればまあありかなっていう感じもするね。まあ楽だしね。さあそろそろ落としてくれ、残り1食。おっと、ずんどう丸とラーメン付きで落ちました。もうこのステージはダメだな、ずんどう丸しか落ちません。カップラーメンも落ちたけどね。何なんでしょう。そしてワイポイントもね、あまり稼げません。やっぱり奥のステージでやった方がワイポイントは稼げるかな。まあワイマネーもね、まあずんどう丸稼ぎをやりたい人はいいかもしれない。それでは結構ね、みんなフレンドがやっているステージ45のジョロウグモ、こちらやっていきましょう。さあ使う妖怪、こちら覚醒赤鬼、スコアアップです。そしてマジンデアファルコン、超攻撃力アップ。リンネ、アタッカーです。そして悟空オロチ、悟空土の子。まあガチでね、ワイマネー稼ぎ、そしてワイポイント稼ぎするパーティーでやっています。まあこのステージね、敵が1体なんでフィーバータイムに持ち込んで、まあ必殺技全部っぱで、まあワンフィーバーでクリアできるんじゃないかと思います。なのでまあステージ1ほど高速周回じゃないけども、まあまあ早くね周回できます。あとはドロップ率がどうかなんだけど、まあ
どうなんだろう、結構フレンドやってる人が多いんで、まあ無難に落ちるんじゃないっていう気はするね。まあまあわかんないけどね、ただ単にワイマネー稼ぎやってるだけかもしんないしね。さあではファルコン攻撃力アップからのスコアアップ、そして悟空土の子、悟空土の子はね何気にこの獲得ワイポイントアップが嬉しいよね。そして悟空オロチ超強力、そして最後リンネ打っていきます。まあこれで1分ちょっとっていう感じでしょうね。まあステージ1とあんま変わんなきゃ、お落ちた、 ありかっていう気はするね。2014ワイマネ、そしてコインのかけらは水色22ポイント。まあワイマネーとワイポイントが稼げてそこそこ落ちるんで、まあ無難だよね。まあ色はかぶりました。残りピンク色が出ねえな。コイン、お、これ来たんじゃね。お、来たぜピンク色、やった、横取りなしでいけますね。しかもそんなにね色かぶりはなくいけてます。まあ色かぶりなくといってもまあ2つぐらいはね、まあしょうがないかなっていう気はしますけども。さあやったぜ、シャドウサイドコインが手に入りました。まあ、やっぱこのボスステージかな。さあこのね隠しステージのキリンもねお宝落としそうなんでやっていきます。さあ次はスキルの秘伝書集めになりますね。まああのだんだんねお宝落ちなくなってくるんで、まあ一番最初のお宝のコインほどは落ちないかな。まあでもまだ2番目のお宝なんでそこそこ落ちるかな。ちょっとね今回そのドロップ率も気になるよね。まあ、今回ねお宝が3つだけなんで簡単かなと思いきや、結構ね最初のお宝時間かかりました。今回ね横取りチケットが枚数が少ないんであまり横取りできないんですよ。僕はね横取りありでやってますけども、ちょっとねチケットはね最後のお宝に取っておこうかなと思っています。最後のお宝はやはり横取りしないと多分集めにくいんで。さあ鉱物与えましょう。ここのステージは、まあ、運が良ければキリンもね一緒に落ちてくれるんで、まあ、キリン狙いそしてお宝狙いではありかと思います。さあフィニッシュ、おー来たぜ。やっぱり難しいステージの方が落ちやすいのか、感覚的にはねやっぱりボスとか、まあ、奥のね難しいステージに行くほど落ちやすいような気がします。さあまず一色、まあ奥のステージでやった方が、まあ、Y ポイントねたくさん稼げるんで、おおまた来たぜ。特にまあ奥のステージでも簡単に倒せるっていう人はなるべくねこの奥のステージ、この隠しステージとかねボスステージで周回するのがいいのかなっていう気はする。スキルの秘伝書のページ結構落ちるね。落ちませんまあ毎回は落ちないよなそれや。落ちませんね。さあサクッと揃えたい。お、来たけどまた黄色、黄色しか落ちねえぞ。どうした、なんか時間帯とかあるのかな。ちょっと時間置いてやった方が多分いいよね。なぜか黄色バカ3ページ、これはこれですごいぞ。それでは未勝攻略やっていきます。桜本町のステージ7を寸胴丸を使ってクリア、赤コインです。こちらやっていきましょう。赤コイン欲しいよね。さあ、寸胴丸はね、先ほどたくさん落としました。攻撃力アップです。持っていない方は、ステージ1でね、簡単にたくさん落ちるんで、頑張ってください。それでは、本マグロ大賞やっていくぜ。本マグロ大賞も欲しいよね。マグロ。もうこの本マグロ大賞、アニメの印象が強すぎて、
何なんだろう。でも欲しいんだよな。これもね、シャドウサイドの連動イベントでは毎回出てきます。このマグロとズンドウ丸と桐崎くんはね、毎回イベントに出てきますね。毎回ね、僕はたくさん落としてます。もう技レベルかなり上がってます。さあ、夏希かけまくる。やはりこのシャドウサイドのコラボキャラと対戦するときは夏希てんこ盛りで行きたいですね。そうするとね、結構落ちるんですよ。攻撃力アップはさ、使いやすいからね。さあ、お坊ちゃまくん、そしてもう一回イケメン剣打ちたいな。さあ、フィーバータイム入りました。なかなかこの倒しちゃいそうで微妙です。さあ、好物与えましょう。マグロ、そして攻撃力アップしときのジェントルメン。さあ、夏希かけまくる。お坊ちゃま、もう一回打ちたいな。さあ、フィニッシュ、お願いします。おお、マグロ来たぜ。マグロもいいけど、お宝、お宝だよ。なぜか気づいたら妖怪集めになってるけど、違います、お宝集めです。これミッションをやりながらお宝も集めていく。マグロ、友達になりました。お、技レベル4まで来たぜ。さあ、報酬いただきましょう。赤コイン。そして次は桜元町のステージ9を3種族以下の妖怪のみでクリア、50ポイントやっていきましょう。さあ、グレルリンですね。今回ニョロロンメインで土の子ライト獲得 Y マネーアップ、そして土の子こちらも Y マネーアップ2体使っていきましょう。そしてコマジロライト単体攻撃カエルくん、そしてこちらのカエルくんネチガエル、こちらも単体攻撃、そして土の子の親分使っていきます。さあ、今回ね、土の子とカエルパーティーでいきましょう。さあ、フィーバータイムに持ち込んで必殺技全部破でいきます。そして今回獲得 Y ポイントアップね、2体入れてるんで、これは Y ポイントアップじゃない、 Y マネーアップ、 Y ポイントアップだったらね、むっちゃ嬉しいんですけども、 Y ポイントアップはこの極土だけです。 Y マネーアップ2体入れてるんで、おっと、お宝来たぞ。こんなとこでお宝来たぞ。まあ嬉しいね。もう Y マネーもね、きっと稼げるんじゃないかと思います。さあ、必殺技打っていく。そして緑ガエル、さあ、極土打っていく。これお宝、お宝何個も落ちて、 3体、敵が3体のステージだとお宝3つ落ちたりするんですかね。まあ、なかなかね、確率的に難しいとは思いますけども、フィニッシュ、さあ、青色ページゲット。スキルの秘伝書意外と早く集まるかも。さあ、水色ゲットです。さあ、皆さんはね、今お宝集めどんな感じでしょうか。またね、コメント欄で教えてください。どこのステージがおすすめとかありますかね。さあ、ミッション報酬いただきます。